はいどうも、走れ葵チャンネルです。今日はですね、ちょっと2本目の動画なんですけど、最近、動画のコメント欄とかに第2回の質問コーナーやってくださいということで、コメントをもらったので、今日はですね、2本目の動画なんですけど、質問コーナーをやりたいと思います。質問コーナーはですね、以前に1回やったんですけど、今回2回目ということでまた募集します。で、応募期間は、今週の日曜日が終わるまでですね、週末が終わるまで募集します。あと3日間ぐらいあるんで、下のコメント欄に書いて、やってほしいこと、質問、そしてリクエストを募集しています。でもその中で、回答できない質問っていうのがありまして、まあ、基本的にはプライベートに関わることですね、個人情報に関わること、まあ、高校名とか中学名、まあ、住所とかは答えられません。一応群馬県までは公開してますので、そこまでは大丈夫なんですけど、高校とかは、登録数1万人に行ったら公開しますので、そちらまでお待ちください。そして2つ目は、おすすめのグローブを紹介してくださいっていう質問ですね。これは、各自、その方に合ったグローブがあるので、自分からその方を見ずに、おすすめをするのはあんまり良くないと思うので、おすすめのグローブは、紹介できません。そして3つ目が、まあ、Twitter の DM とかで、グローブを見てくださいということで、その画像、グローブの画像を送ってもらってっていうのもちょっとなしでお願いします。下のコメント欄だけで質問とリクエストとやってほしいこと、この3つを募集します。そして後日、回答ということで、この質問コーナーの回答を動画にするので、そちらまでお待ちください。そしてですね、Twitter の方ではちょっと先ほどツイートしたんですけど、明日、明後日の動画をお休みをいただきます。ちょっとまあ理由がありまして、休ませてもらうんですけど、まあいろんな人から、頑張ってくださいとか、そういうコメントをたくさんもらって、やっぱりよく考えると、自分の中では毎日投稿っていうのがテーマでありまして、去年の5月から一応毎日続いてまして、せっかくここでまあやめちゃうのは、毎日投稿が途切れるのはもったいないかなと思って、自分的にいろいろ考えました。でまあ、自分の中で出した答えが、まあ、明日明後日の間はちょっと自分はちょっと動画を作れないんですけど、ある方にお願いして動画を作ってもらいます。それなんでまあ自分は出演しないんですけど、そのある方に、動画をちょっと明日明後日お任せしましたので、まあ、動画は大井チャンネルから出ますので、そちらは、ぜひご覧ください。皆さんも知っている方ですので楽しみにしてください。はい、というわけで今日は質問コーナーということで、皆さんの質問を募集します。下のコメント欄にどしどしとコメントをお待ちしておりますので、よろしくお願いします。では失礼します。